らくらくパドルは我が家私ね、まあコロナもそうやったけども、なんか梅雨がずっとぐずぐずぐと、8月の前ぐらいまで、で8月になったら急にバーンと今度はむちゃくちゃ暑くて、真夏日どころさがい、もうおっさんもうほんまにその時に、おっさんやこれ、誰も認めてない、嬉しい。8月いっぱい、ほんまに暑い暑い。その頃だと完璧になんかもうほら食欲減退で毎日そうめん食ってなきゃやら。そうめんのは力でもな。だいたい冷たいもんとそうめんってな。あかんだけど、ね、とりあえずなんか食ってきゃええやん。いやだんだんやっぱりそのほら細くなってくわけよ。体重減ってきたのえらこっちゃな。で、9月になって急にパタッと涼しくなってくるんだよ。雨は降るわ、なんかおつ天気変わってないと、変わってるとお前いい俺はそうまあそういうね、そういう意味でこの10月から11月にかけてのこのカラッとして雲のない青空っていうのはやっぱりこの頃のこういうことを言うのかなと思うけどもね、やっぱり夏ではあかんね、この秋のパキッと乾燥した青空、これが好きね。まあ、と言うてね、それでわざわざまたじゃあ紅葉を見に行こうかっていうほどのパワーはないんだけどまあせやけどね、今日はなんかなんていうのかね、こうまあ秋とも言えない冬のかかりやけど、で今日は結構穏やかなええ日やったよ、よう来てくなとよう来てくなと俺は東京人やけど、でまあこういう感じでね、私の青空を
今日はやっぱりやってみよう。高田渡りが好きやってな。でそのやっぱあの佐久間純平が、ね、やっぱりそういうことをやちゃんとなんかアレンジして、これもややこしいね、このコード進行がね。それもいや、まあね、なんとなくうまくいくんじゃないかと思って、ね、私の青空、私は榎本健一さんがなんか、ね、なんかみんなアホなことを前々に言うってことということで、てか喋らんとなんかお前間が持たんのかだからそうでもないんだ。では次の曲をいきましょう。何かいいことないか、池のほとりは秋みたい。行きましょう。人がいるな。
草とし井の頭それも冬に泳いで今日一緒に泳いでしょ、喋ってもらって、なんかいい、一緒に泳いでしょ、今日来てない、いません、いません、今やもう画伯ですから、そういう意味で、僕ら吉祥寺に、まあ、住み着いてっても無理やりなんか、家賃も入れないからそこになんかみんなで、タブレットみたいな、いまだにそういうやつが、なんか知らないけど、家賃払わずになんか住めるで、飯も食えるで、行くよね、みんな。あの頃、まあ、ちょっと前までシェアとかいう話したけど、そんなんちゃうもんとか、もう情報を知ったら、なんかもう、日本国中が始まってるの。そのうちになんか、家帰ったら、バーン、人に当たって、これ誰や、これさ。そうそうそう、知らないやつが、ね。全然知らないやつが寝とるわけよ。でもそれはそれでね伊藤銀次が来てた時あったよね、散々飲んでゲロ吐いて帰ったね。やりたい放題さ、それが吉祥寺のど真ん中へ行くの面白かったですね、実にね、痛快というかいい場所になんか暮らして楽しんでたな、結局最終的には何ていうか、うさん一人二人二人でその後どうしたのかわからないけどね、でもあれは本当にアーリーをこうでっち上げるにはなんかすごい、いい環境であったという、ことも今ふと思います。それがでももう、69年ぐらい、70年前、いや70年前じゃない、50年前俺まだ生まれて計算もできる、もう再来年で50周年ですね、アーリー、どこでやろうか、なんかやろうかということを考えております、なんかいいことをね、やってますね、やっぱり楽やねん、楽やねん、5日間とまあでも、まあ、それぐらいになるわけです、2年後ちゃんと全員揃ってるかどうか君と離れて今はもう冬、今日も夜明けまで眠られぬ風に持たれて歌を作る、遠くへ。
アリちゃんも久しぶりにしたけど、この歌を歌ってくれたけど、アーリーの時はいつも歌ってるよね。いつも歌ってるよ、俺。君は聴いてないじゃん。一時せいよね。キーを C や、これ C なんです。下げた時あったね。C っていうキーも高いですよ。それをもう声が出へんなってきたよ。そうそうそう。でも歌ってるの、やっぱり、出てくる。やっぱりオリジナルキーで行こうって。俺もバンジョー弾けへんからね。C が B フラになったらえらいことになった。まあそんなことをなんかこうあって、そういう意味では意外と声で歌うんかい、もっとしっかりでもええよ、ほら、みたいな。ガラリな。そろそろ今日ゲスト呼べへん。ということで、今日はね、もう、ヤカワニャにはもう、絶対になくせないぐらい、なんか、重鎮というか、オーバーチーター、ヤカワニャ。ベースをもう一曲歌うっていうけども、歌い出したらもう止まれへん。一曲ぐらいしててくるといい。使うんですか、あれ。じゃあ使わないやつ、座っていいですか。それなかったら、すいません、先輩に1000円。久しぶりやん。
味噌です。なんだっけ。ということで、世田谷が世田谷市に在住のオーバーチータベース。Thank you.
ありがとうございます。いいね。おばちんた。ちんたありがとう。準レギュラー。オーバーついた。お前すぐに帰ってこないかも。なんかね。一曲で申し訳ない。練習しようかなっていうなんか早めに呼びかけたけど全然現らないから、まあしょうがない。とりあえず、今日は彼の歌出番はあります。ということで、アーリーが、しずしずしずとエンディングに向かって、進んでいます。次は我々が、もう愛してやまない本当にこの好意ってのを彼女の存在がなんか本当にありがたいというの本当に嬉しい。ちょっとした前にもなんかこの練習を彼女のスタジオでさせていただいた金ちゃん、ナターニャおめでとうございます。すごいよね、40年すごいと思う。
練習やろうかいでもやっぱりもう途中でも疲れてきてねこれやっぱりもう統一にやりましょうかだいぶ電池が消えてきたさっきのね力使うんでちょっと充電充電電池じゃない全枚やだいたいそう、後半だろ電池切れるのなんていうか、やっぱり一人でソロでやってるっていうのもラッキーやねんけどもバンドでやれやからまあそれぞれだからやりは違うし、ね、この間やったのとまた全然違う今日はなんかあの雰囲気でやってしまったけどこれはもう本番にもう頼るしかないなみたいなそういうThank you.
ってしまう。あてらかんと何は寄せまた返してる。火は燃え、水は流れ、日は冷えに日は眠る。最近山も行かなくなった、海も行かなくなった。いやそやけどほんまはこの時節やからこそなんかもっと自然に出かけていったらええねんけども、山の
山を登るの大変やしな。あ、今年はなんていうの、あの富士山登山も結構人が増えてきたりとかね。あんまりあの海水浴でも今のところあらゆる海水浴場も行きたないんだけど、なんかそういう意味でなんか、若い頃っていうのはいつ頃のことかはまあ忘れてもんだけども、5月ぐらいから海入ったりしてね、北海道から沖縄までいろんなとこへ入って、あの頃はね、なんていうんだろう、あの寒さとかそういうのに水の中へ入っていくこと自体が面白かったね。もう今はそんなこと要せんけどね、けどそういうなんか自然と触れ合うこと自体がだんだん減ってきたのがやっぱあれやね、おじいの。まあそう言うてね、今からお前サーファーでもないから言われてる怖いけど海のそばにいる人はね、まだなんていうか波乗りの奥の人やっぱもう登らんわ、なんか海ないかんわ、お前一体どこ行くで、家にじっとしてまんねん。そういう、昨今でありますが、さあ次へ行きましょう。はい、ということで、終焉に近づいてまいりましたね。では渡辺正さにまたかつての名曲を、僕の幸せ。Thank you.
ていたんだもの。本当に好きになりたくて、僕のためじゃない、最近いろんなところに投げてますね、渡辺正氏は。この間言ったけども、なんかチャーとか、ミツパイが出るような8000人規模の、ライブがあって、コンサートがおじゃんになったりでがっくり言ってましたけど、なんか彼はそういう非常になんか大きい世界にも行ってるんです。でもなんか一時はそういった連中だと仲違いした時代があったりして、まあ、そういう経緯があって今は、それこそいろんなことをなんかやってる、渡辺正さんです。以上。では次の曲をメンバー紹介しないメンバー紹介しないメンバー紹介し、途中でやめたもんね。君が言い始めたよ。そのギャグは村上律、今井忍、武田由美子、松田浩一、アリタイムズ、ラッでした。あ、言うとこのそうやん。忘れやねん。今日はありがとうございます。今日もね、本当にこんな時期にたくさん来ていただきました。密ですね。みっちゃん。さあ、では、気を取り直して。別に気を取り直して。君は気を取り直せばいいと思う。じゃあ、最後。花から人へ、人から花へ。花から花から人へ、人から花へ。うらしですわ。最初の言えな。どうぞ。はい。何でもいいね。それすごい。バンジョーよ。
始めてください。じゃあ、 最後の曲になります。一応アンコールは用意してあります。聞こえてくる声がある。人はそれを声に出して言ってみた。優しくなる穴がある。水のようにキラキラと歌ってる。Thank you.
しみにやってます。以上をもちまして、アーリータイムスストリングスバンド。誰が踊るよ。ということで、では、まあ、やろうか。頑張ろう。今のみたいな。頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。明日検査で。早くやろう。ということで、まあこう正解ね。金が鳴る岡町ぼうけ。はい、鍋さんよろしくお願いします。どん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 。
キュー。ありがとう。オーケーオーケー。ということで、金ちゃんのラグタイムピアノでもって皆さんとお別れします。さて来年はどうなるでしょうか。またこの後ごひいきによろしくお願いいたします。ありがとうございました。